さあ始まりました、プリットチャンネル、アボキングです。今日はこちら、じゃん、明太ポテトチーズマン。こちらですね、セブンイレブンさんから2月の16日に発売になりました。こちらを今日はね、いただきたいと思います。僕を早く食べて、早く食べ、食べますよ。さあそれではこの明太ポテトチーズマンと割ってみましょうか。明太子のキャラクターかわいいね。色はね、ちょっとオレンジがかってて、何なんですかね、明太子の色なんですかね。かわいそう、明太子ちゃん、明太子ちゃん割っちゃうよ。キャー、オープン。中はむむ、なんですかこれ、ポテトでかいの、結構大きめのポテトが入ってますね。わ、いい匂いする。こうなったのはむにむに、食べてみたいと思います。ぱっくり、明太ポテトのピザの匂いがします。ちょっと食べてみましょうか。これ絶対芋ですよ。食べてみよう。うんまっ、めちゃくちゃうまい。これやばいっすね。一番今までで近いので言ったら、ピザマン。ピザマンに明太ポテトをぶち込んだ感じ。明太ポテトがめっちゃ強い。ほんのりチーズが少し味がするかなって感じ。明太子が一番強い。ほら、明太子のつぶつぶ。ほら、ちょっと伸びるのがチーズ。ピザでよくある明太ポテトピザの味。わ、でもさっきのね、でっかい芋は1個しか入ってなかったな、クソ。もっと食いたかったな、芋。あ、芋あった、芋。芋芋芋。わ、俺今まで食べた中華まんで一番好きかも。ピザまんってやっぱり中身の具が固形がないというか、ペースト状なのが入ってる。それにもう具をたっぷり入れ込んだ感じが明太ポテトチーズまん。いや、マジでこれうまい。やべ、なくなっちゃう。一個じゃ足りねえよー。今ね、17時なんですよ。なんでこの時間になったかっていうと、セブンイレブンさんに朝ね、もう朝一で食いたかったんで買いに行ったら、17時からしか販売してませんって言われて、で、他のセブンイレブンも一緒ですかって言ったら、まあ一律全部どこも17時から販売になってますってことで、で、17時に待ってから行ったんですよ。17時ちょうどに行ったら、ちゃんとできてました。ありがとうございます。いや、セブンイレブンさんすごいっすよ。もう一個食いで、一個130円なんですよ。価値あるなぁ。まあ、チーズの分量で言ったらピザマンと同じぐらいですね。それにもう芋と明太子がドシーンと入った感じで。ということでですね、明太ポテトチーズマン。めちゃくちゃ美味しかったんですけど、もっと食べたい。一個じゃ足りない。ということでね、皆さんも本日発売の明太ポテトチーズマン、買って食べてみてください。それでは皆さん、チャンネル登録、お願いします。僕を食べてちょー。